糸杉は、ヒノキカイト杉族の総称。サイプレス、西洋ヒノキとも言う。世界中で、公園樹や造園樹として徴用される。ヒノキ科の模式であり、ヒノキ科は、英語では、サイプレスファミリーと呼ばれる。枝はあまり広がらずに、幹が高く成長し、非常に細く高い独特の樹幹を形成する。自然にはヨーロッパ、北、アメリカ、アジア等に分布する。街路樹や、 公園樹に使われ、イギリスの邸宅ではドアが糸杉で作られる。腐敗しにくいため、建築材、彫刻、棺などに幅広く使用されてきた。きれいな円錐型になるため、クリスマスツリーに使われるが、死の象徴であるため、墓地によく植えられる。鑑賞用の品種が栽培される。またフラメンコギターには、側板裏板に糸杉を使用する。イエス・キリストが貼り付けにされた十字架は、 この木で作られたという伝説がある。ギリシア神話では美少年キュパリッソスが姿を変えられたのが意図すぎだと、される。花言葉は、死、哀悼、絶望。欧米では、上記のキュパリッソスの逸話から、死やもの象徴とされる。文化や宗教との関係が深く、古代エジプトや古代ローマでは、神聖な木として崇拝されていたほか、キプロス島の語源になった。 ともされている。フィンセント・ファン・ゴッホが好んで絵画の題材に使った。糸杉は生命や法上のシンボルでもある。死と生の双方にまたがる糸杉の象徴性が意識された作例には、レオナルド・ダ・ヴィンチの受胎告知、フランジェリコの聖、コスマスとダミアンの残首ファンエイクの神秘の子羊、クラーナ派の楽園などがある。代表的な首都、 その栽培品種は下記の通りである。ありがとうございます。